マレーヘッドは英国の俳優、歌手。ロックミュージカル、ジーザスクライストスーパースターのナンバーでシングルカットされたスーパースター、元アバのメンバーらによる作曲のワンナイト・イン・バンコック等の楽曲で知られる。俳優のアンソニー・ヘッドは自邸。ヘッドは子供の頃から作曲を始め1960年代半ばからロンドンでレコーディング契約を得た。 ティム・ライスとアンドリュー・ロイド・ウェバーによるジーザス・クライスト・スーパースターのアルバムバージョンでイスカリオテのユダを演ずるよう頼まれるまでウエスト・エンドでのミュージカルヘア・ーへの参加等で限定的に成功していただけだったトリニダード・シンガーズと共に歌われたスーパースターは1971年にビルボードホット100で最高位14位まで達したヘイリー・ミルズ、ハイウェル・ベネット ジョン・ミルズを主要な配役に据えたコメディドラマザ・ファミリー・ウェイ・デ・ヘッドは俳優としてフィルムデビューした。また第44回アカデミー賞にタブモンノミネートされた映画日曜日は別れの時では主要な役を得た。これらの作品の大当たりにもかかわらずその50年にわたりほとんど注目を受けることがなかった。例外的なのはシングルセイイト・エイン n とソ。 女王1975年に発表したことだこの曲は、その後、ザ・フーのリードボーカリストであるロジャー・ダルトリーにカバーされた。1973年、ラジオドラマ、ザ・ホース・タワー・オブ・インバーネスに参加。1979年には、プリンス・レジャーン、リターン・オブ・ザ・セイントといったテレビドラマに出演。ヘッドが再びスポットライトを浴びることとなったのは、1984年の、 ミュージカル、ジスのためのアメリカ人になりきったコンセプトアルバムだった。ヘッドのボーカルをフィーチャーした曲、ワンナイトインバンコックはニューヨークアクセントで歌われた。1996年にボーイゾーンのノーマターホワットが登場するまで、アメリカとドイツのラジオにおけるヒットとしては、ブロードウェイ、ウエストエンドナンバーとして、長いこと最後のものとされてきた。 この曲はヨーロッパでも北米でも好評であった。ヘッドは1986年5月14日に初公開されたチスのロンドンウエストエンド公演で世界チェスチャンピオンのフレデリック・フレディ・トゥルンパの役を演じた。この公演はヘッドが声の問題で離脱した後も続き、1989年4月8日まで上演された。ありがとうございます。